キチャンネル。第1回里崎に質問大会来たんでね。で、先ほどね、黒マスクとセ・パのね、はい、前半戦の総括と後半戦に向けてっていうところをね取ったんで、ついでにどうせ来てるから動画のストック作ろうということでね、はい、質問コーナーですよ。皆さんからいただいた質問に、はいはい、答えましょう。何ですか？コミュニティで募集をしたところ、140件も。少なっ。少ないですか？だって登録者何人いんねんって。51万人ですね。で140件って少な。まだまだですね。逆に募集の書き方悪いんちゃう？募集の書き方悪かったですね。なんで140件やねん。なんか140件も来ましたみたいな言うけど少な。そこから厳選した。厳選した。はい、何個か。これからちょっと暑くなってくると思うんですけども、サツさんが現役時代暑さ対策として何かやってたことありますか？なんもない。だって夏暑いんだから。だって別に食欲落ちることもないし、だからよく寝てよく遊ぶんだよ。だからよく仕事できるよ。全くなんもないよ、対策なんて。だからもう練習とかはもうさっさとやって切り上げる。外の場合はドームだと涼しいからいくらでもできるんだけど、だからもうやることさっさとやったらもう余計外いない。もうそっこベンチで引っ込んでやることやって、でもうあと涼んどく。その時って何してるんですか？ん？裏でミーティングだよ。忙しいんだよ。ゲームしたことないですか？ん？携帯ゲームしよう。あるよ、パズドラやってた。その時あ、パズドラめっちゃやってた。パズドラその時あと漫画やることなかったら漫画の本読んだりしてるよ、普通に。へえ。でも初戦とか忙しいからね、バッティングとピッチャーのミーティング、バッティングのミーティング両方あるから、4時過ぎに練習終わるのに、はい、ミーティング4時半からだからね。それで風呂入って飯食わなきゃいけないから、その間で、ね、だからちょっと早めに帰ってきて全部済ましてからやるとかねするけども、だもう別にバテないしね。対策、よく食べてよく出てよく遊ぶ、いい仕事できます。ありがとうございます。日本ハムが新球場、うん、お作るね。はい、うん、なんですよ、うん。もうマリンの球場もう30年以上経つというところで、うん、仮にマリンで新球場ができた場合、この希望の場所であったりとか、うん、その用途としてこういうの付け加えた方がいいなというのはありますか？俺こんなんもう5年以上前、10年弱ぐらい前からずっと言い続けてんだよ俺。新球場はちょっともう日本ハムにその案若干取られてるけど、まあ、こんなん 誰もが思いつくことだからあれだけど、もう今の幕張メッセの駐車場にマリンを作るんだよ。新駅ができるのよ。海浜幕張と新習志野の間に新駅できるのね。イオンとかコストコがあるところに。でそこの駅とイオンでマリンを直結するんだよ。もう上のその道路でね、その遊歩道みたいなところで直結させて、でそのままもう球場からイオン通ってマリンに入れるように、もう今の駐車場あるところを全部球場で、万が一道路にかかりそうだったら道路の上にトンネルみたいなのにして、道路は生かしながらその上もちょっとかぶったらそれにして新球場併設で、下は駐車場にしたりなんかしながら、で今の球場をできたら全部潰して、でそこをメッセの駐車場にすればいいわけよ。そしたらこう交代で直結で、ホテルを三塁側とかのところに併設して、バルコニーもあって部屋からもう試合見えますみたいな。でもしナイターとかだったらもう練習から見えるのよ、バルコニーから。ずっとだってもう3時から入ってるんだから、だからずっと部屋から練習も見えて試合も見えてとかっていう、その宿泊プラン付きで、もしコンサートとかあっても部屋から見れるっていう売るのよ全部、うん、で普通試合とかない時はそれ売って、そこからディズニーランド行きゃいいやんっていうのもしながら、新球場マリンをメッセのその横にで、今のマリンを潰して駐車場が、俺はもう5年以上前からずっと言ってんだから、これもう完璧なんだよ俺の案だから。新駅できて直結で確かに完璧ですね、うん、出来上がっていくから構想は。ちなみに選手としてこの、まあ、ロッカールームとかいろいろお話したことあるんですけど、うん、なんかここをもっとなんか導入した方がいいみたいなことってあるんですか？球場内でドームドームなんですからね風も気にしなくていいし次、現役時代にもっとこうすればよかったとか、うん、後悔してることってありますか？一切ないね。まあ、唯一は古谷のノーヒットノーランの時にフォアボールでも OK だったからフォアボールでもいいから甘く投げてくんねよって最後言っとけばよかったなって思うだけで、自分のことで後悔一切ないよ。十分やろ。31年ぶりに日本一になって3位から下克上で 2度目の日本一になって WBC で優勝してオリンピックも出て、もう俺の能力でそこまでできたら十分やろ。ベストナインもゴールデングラブも2回ずつ取れてよ、ベストバッテリー賞も2回ずつ取れて、もう文句ないよ。もう俺の、しかもロッテで誰が優勝できると思ったお前。それはまあクライマックスシリーズの恩恵は受けたよ。受けたけどルールだからね。ドラゴンズだって日本一って、それだってお前2位から出た時じゃないかみたいな、1位の時勝ってないじゃんみたいな、でもみんな勝ったら嬉しいやろっていうね。だからそんなロッテだよ、31年ぶりだよ。俺その時優勝して29歳よ、生まれる前の話よ。十分やろ、後悔もなんもないわ。もう十分やもん、ほんと何も文句ないよ。ありがとうございます、うん、じゃあ次の質問、うん、AI 審判導入について、うん、サッさんの意見としてありかなしか。で俺はどっちでもいいけど、多分打率は下がるよ。一気に投高打点になるよ、 AI 審判したら。とんでもないやつストライクになるからね。ワンパンでもストライクだからね、通れば。そのストライクのところを、うん、そのベースの立体のところをワンパンでもそこ一瞬でも通ったらストライクになるから。だからキャッチャーはブロッキングしてんのに、そこ通った判定だったらそれストライクになるからね。だから高低めっちゃ高く広くなるからね、ここぐらいまでストライクだから。あとコースめっちゃ狭くなるよ。多分外空とかほぼボールになるんじゃない大体。だからコースがすごいギュッてなって工程が広がるから、ピッチャーも苦労すると思う。あとはすっごいのがストライクってなるよ。高さとか心くらいまでストライクだからね、きついよ。別にどっちでもいいけど、多分打てなくなると思うよでワンバンストライクになるからね。だってあっちの独立というかマイナーでも実験的にやったやつもとんでもないワンバンストライクになったらしいからね。でもそれをボールやろうって言えないの。それが人間のできないわけじゃん。じゃあストライクボールの判定 AI になりました。じゃあもう審判立ってないの。じゃあクロスプレーとかどうやって判断するの？ AI をどういう基準で見てんの？それは立体的に360度から入ったか入ってないか。そんなのお前いくら金かかるんや。ストライクボールだけ審判がいて AI の判定がしたらストライクって言って、タッチプレーとかだけ人間がやるのかな。でもそれしか無理だよね。それで意味なくないですか？あと日本でやると地方球場試合できなくなるからね。そうですね、うん、もう一切だから長崎とか鹿児島、熊本とか北陸シリーズとか帯広、釧路とかね、あと青森、盛岡とか岐阜とかね、ドラゴンとかでもあと倉敷とか、はいもうそういうところで試合できなくなるよ。多分 AI のやつそんな無理やろ。だって今ですらね、リクエストですら地方行ったら難しいんやからな。だからそこら辺も地方巡業はできなくなりますよっていう。アメリカはもう絶対その球場でしかしないからね、あれだけど。だからそこら辺どうなんですかっていうところはあるよね。だから別にやるんだってやるでいいけど、だからそういったところもで、しかもこの球場だけはやってこの球場だけやんないってダメじゃん。やるんだったら143試合全試合やらないといけないから。でもとんでもないやつストライクって言い出すよっていう。あと今までストライクの感覚のやつが全部ボールになると思う。横とか本当大体外すらほぼボールやと思うな絶対そうだ。外すらストライクだったら、ま、これがもしベースだったらここぐらい取らないと外すらストライクにならないからね。ここで取ってたら絶対ボールだからね今の人間がやるとストライクになるけど、こことかここで取ったら絶対ボールなんだよ。でもここら辺で取るやつそんなもん打たれるぞそこら辺はあるよね、うん、皆さん引き続き皆さんからの質問お待ちしてます。